グレアム・プリーストは、イギリス、オーストラリアの論理学者、哲学者。メルボルン大学、ボイス・ギブソン教授、ニューヨーク私立大学特別教授、セント・アンドリュース大学では、ある種、プロフェッショナルフェローを務めている。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで、PhD、メルボルン大学で、D ・リットを取得。専門は、論理学、刑事上学、西洋及び、 東洋哲学史である。また、空手道を愛し、伊藤闘流四段の腕前であるとともに、オーストラリアのナショナルレフェリーの資格を持つ。プリーストの研究領域は、非古典論理、特に矛盾許容論理、非存在対象を神聖の対象として受け入れる、マイノング主義とそれに基づく、思考性の意味論、までありかつ偽である分を認める、真無盾主義とそれに基づく意味論的パラドックスの、 分析など多岐にわたる。古典論理や直感主義論理においては、矛盾を含む前提からは、任意の命題を導出することが許される。これは、爆発原理と呼ばれている。このため、古典論理や直感主義論理では、もし理論に矛盾が含まれているならば、そこでは、あらゆる命題が定理になる。理論が無矛盾なものである限りは、この原理は深刻な問題を引き起こさない。 しかしながら、法律やフィクションには矛盾が含まれることもあり得る。ある小説中に矛盾する記述が含まれているからといって、私たちはその小説の世界ではあらゆることが成り立つとは推論しない。このような場合、私たちは古典論理や直感主義論理に従ってはいないのである。さらに言えばプリーストは現実の世界が矛盾を含むことも可能だと考えている。 そのためプリーストは爆発原理を妥当にしない矛盾許容論理を提唱する。プリーストはリチャード・シルバン、テレンス・パーソンズらと並ぶ現代のマイノング主義者の一人である。マイノング主義は存在しない対象についても何らかの真なる主張ができると考える立場である。この立場はラッセルやクワインによる反論を受けたが近年では見直されつつある。プリーストは 可能世界意味論を拡張した意味論によって非存在対象を扱う論理を考案し、それをについて考えるだと信じるなどの思考性同士を含んだ言語に対する意味論に応用している。グラハム・プリースト・フォートグラフ。ありがとうございます。